それでもなお前に進むか。夜叉よ。はい。意志なき力など無意味であり無価値。強固なる意志こそが不可能を可能とし、大義をなすための力となるのだ。はい。強固なる意志か。残された時間は少ないか。やはり貴様しかいない。この俺を嗅ぎつけてきたのか。でも焼きが回ったものだ。ブリトラを倒してもまだゴーマどもは現れる。暇つぶしには事欠かないが、まずはこのバカを何とかするか。
わきまえず、顧みず。だが迷いなく生きる貴様は、あのオーガスですら認めていた。だが貴様の体は、己の怒りにすら耐えられぬ脆い器だ。ならば、なすべきことはただ一つ。受け入れろ。七兆人分のマントラを蓄積していた因果要塞の中枢、八極炉だ。が、色、欲、体、狂、妄、誘、そして俺はこの世界の業そのものでもある。マントラを全て消費した今となっては何の力も生まぬが、貴様の怒りの器としては十分であろう。我ら七聖天を名乗った者たちの矜持を受け取れ。You
アスラとヤシャ、水と油、炎と氷、決して交わらざる二人はやはり雌雄を決せざるを得ないのか。二人の因縁に今終止符が打たれる。